のすぐ下だとエコだと。4年前に取材した田中恵さん、24歳で乳がんと診断されました。最初悪性って出た時は、やっぱり死のことが頭に浮かびましたし、なんか未来が見えない気持ちになりましたね。がんが見つかった時の診断はステージ2。初期ではあったものの、右胸のがんの大きさは直径3センチに達し、リンパ節にも転移していました。田中さんは抗がん剤治療の後、手術でがんを摘出し、その後乳房の再建手術を受ける選択をしました。理学療法士の仕事を続けながら1年半の治療を終えた田中さん、先週再び田中さんを訪ねると、おはようございます。よろしくお願いします。男の子と双子の女の子のお母さんになっていました。あの時ってその妊娠出産のことって考えていたんですか？そうですね、もともと子供が好きだったので、できれば子供欲しいなってはやっぱりずっと思ってたんですけど、どうなるかなっていう、まだ不安があったような時期だったかなって思います。乳がんの専門医は治療が妊娠出産に影響することがあると話します。抗がん剤とかを使わなければいけない方は、どうしても、一時的に閉経になってしまう、リスクはかなり高いです。戻ってくる人は多いんですけれども、その閉経年代によってはそのまま閉経になってしまったりだとか、卵巣の機能が落ちてしまうということで妊娠しにくくなってしまうリスクがある。また抗がん剤やホルモン剤を妊娠初期に使用すると胎児の1000点以上が増す可能性があるため、治療の間は妊娠が推奨されません。そこで近年採用されているのが、将来子供を授かる可能性を残す妊孕性温存療法です。卵子凍結っていう方法、卵子の方も、パートナーがいる方は、受精卵として、凍結する方法と、またパートナーがいないけれども今後赤ちゃんが欲しいという方は未受精卵のまま凍結する方法、場合によっては、卵巣を凍結するっていう方法もあるんですけれども、妊孕性温存療法で子どもを授かった高井郁美さんです。田中さんがつながりを求めて参加した若年性乳がん患者の交流会で知り合いました。高井さんは30歳でステージ1の乳がんが分かりました。治療すると妊娠出産できなくなるかもしれないって言われたのが一番、どっちかというとそのがんのことよりもショックで、だからすぐ妊孕性温存の方の話を進めてもらった感じです。高井さんはがんの摘出手術の後1ヶ月半の間に採卵、その後抗がん剤や放射線治療、ホルモン療法などの治療を行いました。34歳で主治医と相談し、ホルモン療法を一度中断して妊娠を目指すことを決意。凍結していた受精卵を移植して一人目の子供を出産します。その後自然妊娠で二人目を出産しました。妊娠の方が自分の中で優先度が高かったので、年齢で考えたという感じですかね。一方田中さんは、妊娠性温存もしてなかったですね。そう、私してなくて、それより治療を急ぎたかったんで、私はもうしないって決めて治療始めたので、田中さんは治療を終えた後自然に子供を授かりました。選ぶ道は人それぞれ。しかしがんの宣告から妊孕性温存をするかどうかの決断までには葛藤や焦りがあったといいます。
あなたはがんですって言われて、妊娠出産どうしますか、どうしたいですかって決めるまでがすごく短い期間で決めないといけなくて、がんですって言われただけでもなんかいろんなことを考えて真っ白になってる状態で、その人生をかけるような大事な選択を短期間でしないといけない、で答えを出すのは自分自身っていうのが結構大変でした、ね、すごい。若年性乳がんの患者をサポートする団体が493人の患者にアンケートを行ったところ、妊孕性温存をするかどうか決める上で一番力になったのはという質問に対し、最も多かった回答は妊孕性温存の情報を知らなかったでした。そして夫やパートナー、がんの主治医に次いで多かったのが誰もいなかったという回答。治療法が知られていない可能性や相談できる人がいない現状が浮き彫りになりました。費用の負担も課題です。妊孕性温存に支払った総額が50万円以上という人は半数近くに上っています。決して安い金額ではありません。そんな中、熊本県では3年前から妊孕性温存療法に補助金を出すなど支援を始めています。また患者の葛藤や不安を和らげようと、がん診療連携拠点病院には相談支援センターが設置されています。患者本人だけでなく家族や友人にも相談ができ、専門家や施設につなぐだけでなく患者同士がつながれるコミュニティの情報提供もします。告知を受けてやっぱり頭が真っ白になって、ご自宅に帰る時まで全くどうやって帰ったらいいのかわからなかったっていう方も実際にいらっしゃいますので、ここは治療を選択する場所ではないんですけれども、いろんな相談を受けて、ご自身の中でも整理ができやすいようにお手伝いをさせていただきます。乳がんを経験しながら妊娠・出産をした田中さんと高井さん、お互いの存在は大きかったといいます。で、あ、やっぱりいるんだみたいなちょっとほっとしたというか、で、相談したいことがあればできるかなっていう存在になったかなと、はい、やっぱり妊娠出産って正解がないことだと思うので、本当に一人で悩まずに、家族だったり友達だったりに相談するなり、気持ちを打ち明けるなり、一人で悩まないでほしいなって思います。